ご紹介できます。はい、はい、皆さんおはようございます。こんにちは。株式会社 B-WORKS から参りました、なめこと申します。よろしいですよね、ご紹介していただくから、はい、兄貴ね。これ本物のマッチです。すごい喫茶店みたい、ね、かわいいね。こちらフクロタケを作ってるんです。すごいな、おいしそう。クリームスープを、マッシュルーム、八幡平のマッシュルームです。すごい。これが代わりにちょっと食レポするね。食レポ、ありがとうございます。どうですか？まだ食べてない。お、なんか香ばしいよ。旨味が、マッシュルームの旨味が。噛めば噛むほど味が出てくる。京都の大黒本しめじのアヒージョ。おー、美味しそう。ありがとうございます。どうですか？すごい歯応えが。歯応えっていうかボリュームがすごいですね。あの目の部分が大黒様のお腹みたいな、あボコッコリしてだから大黒様にして、うちはえのきエリンギなめこしめじを使ってます。このクロアビタケっていうのはまた別のキノコになるんですか？あ、そうですね、クロアビタケちょっと平たけに近いんですけど、エリンギとしいたけの掛け合わせみたいなキノコになりますね。へえ、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。椎茸ランドだって。椎茸ランドねえ、原木椎茸。原木椎茸、すごい。原木椎茸、いい匂いがする。はい、いかがですか？米は置いてないですか？米置いといたらよかったです。米が欲しくなりますね。ありがとうございます。この1枚で米5杯ぐらいめっちゃコスパいい。キノコ園、鳥取県。鳥取から、エリンギの燻製、はい、あ、これがそうなんですか？すごい、なんか見た目がね、レバーみたい。そうですね。あ、チップの香りが。これは何でやったの？桜？桜ですね。はい、桜の綺麗な美味しさ。これはいいものだ。あれさ、お酒が欲しくなるタイプ、ちょっと酒はないです。なんか白ワインとかいいんじゃないですか？ワインが合いそう。あるだけなんですよ。美味しいな、これ肉のアワビ。おー、倒さないよ、ね、近づきすぎて。すごい。これはこれを加工したやつですか？はい、これを丸ごとたまり醤油漬けにした。じゃあもうこの丸のまんまドンって入って入ってます。へえ、マッシュルームさん、山形。山形から。はい、山形県です。すごい、これ全部乾燥のやつですか？今日は乾燥のやつです。へえ、そのまま乾燥のものを食べていただいても大丈夫ですか？これチップスみたいに。はい、そうです。へえ、ちょっと待ってね。謎の塩味とか甘みが出てくる。謎の塩味は確かにありますね。なんかシャキシャキしてくる、だんだん噛んでること。これはですね、アミノ酸が錯覚させてるんですよ。あ、その塩味に。そう、明らかにこう味を感じるぐらい旨味が詰まってるってことです。あ、じゃあこれ全部旨味なんだ。おっしゃるんです。へえ、すごいすごい。これ珍しい、見たことない、時色平茸。そうですね、これあんまり作ってらっしゃるキノコ屋さん少ないですね。普通の平茸の色が違うタイプ、また種類が違う。種類が違いますね。日本のキノコ図鑑にも載っている、日本の在来種なんですけど。あ、え、これじゃあ路地でやってるんですか？いや、施設栽培ですね。勝った方には素敵なプレゼントをね、はい、用意しておりますので。ちなみになめこさんが勝つとスチームの1000円プリペイドカードをお渡しします。そしてなめじろうさんは、なめじろうはですね、勝つと、今年までゆるキャラグランプリの2017エントリーがあと1週間後ぐらいなんですけど、なめじろうが勝った場合は出たくないと言ってるんで、エントリーはしません。ただ負けた場合はエントリーしてもらいます。
なので早速1個目の質問いきましょうか。はい、あれですね、質問でなめこさんとなめじろうさん答えますので、どっちが、まあ、的確な答えで共感したかですね。共感したかで拍手をお願いします。それで勝敗が決まります。お願いします。じゃあいきます。はい、質問1、なめこ、なめじろう、なめこへのお悩み相談。学校でクラスの子になめこの本を汚されてしまい、そのことでストレスになって病院にも行きました。大変だ。この中にもいるってことですよね、その書いたりとか。大丈夫かな、今。大丈夫ですかね。今はクラスが離れているんですが、今後のためにストレスのなくし方を教えてください。倒れてきて、かわいい。特権の持って神社業か。結構具体的だった。じゃあ行きます。いいですか。なめこさんはこのストレスのなくし方、その子のことを考えないようにして、なめこのことだけを考えてくれるようになっております。ここで拍手してください。ここは両方の意見を聞いてから拍手してください。すみません。とりあえずイタリアに行って川を見てください。なめこの回答良かったと思う人は拍手。なめじろうさんの回答がいいと思った人は拍手。結構同じぐらいだったかなっていう。どうでしょう。じゃあ、さん引き分けといて。いきなりグレーな感じ。じゃあ第2の質問、はい、ツイッターで炎上した時の対処法。炎上した時の対処法。炎上しそうな感じですね。こいつ本当ツイッターまずいですよね。次はじゃあなめじろうさん。なめじろうさん、炎上した時に炎上したと思わなければ炎上したことにならないから、それが対処法。究極の対処法。深いですね。なめこさんは炎上した後に、さっきのはなりすましのツイートですって言われた。誠意を持って謝れば OK と。誠意なの。誰がね、炎上した後になりすましでしたって言ってるから、僕知らないですけど、多分あれはなりすましだったかもしれないですよ。嘘をついたって言うのやめてあげてよ。さて、なめじろうの方がいいと思った人は拍手。なめこさんの方がいいと思った人は拍手。なめじろう、なめじろうが一緒。おめでとうございます。